はい、皆さんこんにちは。公益財団法人ソフトピアジャパンの浪和田と申します。本日ですね、ご紹介させていただくのは、この IoT の活用によりですね、大型、塗装ラインを、見える化した、事例をご紹介してまいります。はい。でこちらの会社さんですね、従業員さん150人ぐらいいらっしゃる会社さんになるんですけれども、いくつか工場があって、今回対象とされたのはこの塗装の工場になります。でこちらありますけど、大型の自動塗装ラインということで、これ結構大きいです。一周ですね、300メートルぐらいあってですね、こうハンガーにかかってこうぐる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 、こうここでハンガーですね、ぐるぐる回るんですけれども、まあ、300メートルぐらいある、まあ、大きな塗装ラインがありますと。どんな課題がじゃあ具体的にあったかということで、これ塗装ライン図にしてますけれども、まあ、こうハンガーかかっててこうぐるぐる回ってるんですけれども、これ自動ラインと言いましたけれども、まあ、これハンガーにですね、なんかワークをかけて、でこれぐるっと一周回ってくると塗装が終わってる、まあ、塗装したりとか乾燥したりとかですね、しながら一周回ってきたら終わってるよっていうことで、ここでですね、ワークをかける、まあ、金属製品をかける、で一周回ってきて下ろすみたいなところ人手がかかりますね。人手作業のエリアがありますと。であとどうしてもですね、人がこう塗ってるエリア、ブースがあるんですね。塗装ブースがあって、そこでこう人がこうシュートこう塗ったりとかですね、するよというところがあるんで、まあ、この大きな自動ラインの中でこう人手作業があると。でここにですね、ここありますけども、ここですね、停止ボタンというのを皆さん持ってみます。でこれゆっくりゆっくり自動で動いてます。これ毎分2メーター、ちょっと想像つかないかもしれませんけど、ゆっくりこうずっとハンガーが動いているので、どうしてもですね、人手作業のところ間に合わないとかあるんですね。ちょっと大きな塗装のワークがあって、ちょっと塗るのに時間かかるみたいなやつがありますんでですね、これそういう場合にはですね、このボタンが押されちゃうんですね。ちょっと待ってくれということで押されちゃうということなんですね。でこう押されちゃうとですね、この大きなラインが全体が止まってしまいますんで、皆さん押した本人はですね、分かるんですね。あ、これこういう理由で間に合わなかったんで押したよみたいな。ただ他のブースの方とかですね、他のエリアの方は、あれこれなんで止まったんやろかとかですね、何分ぐらい止まるんやろかとか、あとこれ応援に行って駆けつけないといけないのかとかですね、いろいろわからないということで、こういう課題があったんですね。ここ書いてますけれども、緊急停止ボタンを押されたこの場所ですとかですね、復旧時間、まあ、どれぐらいで、まあ、回復するか、まあ、それが分かればですね、いろいろ段取りができるんだけれども、それが分かりません。5分止まるのか、1時間止まるのかとかですね、そういうのも分かりませんと。であとですね、まあ、改善活動を熱心にやられている会社さんではあるんですけれども、まあ、その辺ですね、経験とか勘に頼ると、まあ、データに頼ってないっていうような課題がありました。まあ、こんな感じです。結構こう大きいものを塗ったりされますね。こうブースの中入って、まあ、これで間に合わないよみたいな話がありました。でそこでですね、専門家からこのような提案をいただきました。これ今まで緊急停止ボタンを押しますよと。でそれと同時に押す人はこのタッチパネルでですね、いろいろそれ何の理由で止めたのかとかですね。あとですね、どれぐらい止まるのか、5分止まるのか、1分でもう動き出すのか、10分以上止まるのかとかですね、あと応援がいるのかいらないのかみたいな情報をこのボタンを押すと同時に入れてもらいましょう。でこういう IoT システムを提案いただいて導入されました。こんな感じです。結構ブース厳重にしてますね。塗装ブースのね、これ防爆仕様ですけど、まあ、こういうものをですね、各作業エリアに設置されています。でこんな感じでですね、まあ、ここで例えば押されましたよってなるとですね、で他にその他のブースの人手エリアのところにもこう情報が行くということでですね、どういう理由で止まってるのかとか、何分ぐらいで復旧するのかっていうのがですね、それぞれのですね、エリアのタッチパネルに表示されると、まあ、それによってですね、あ、5分止まるんやったらこんな作業しようかとかですね、いろいろこう手待ち時間が減ってくるということで、まあ、そういう便利な、情報が共有できるようになったと。また応援要請のボタンというのがさっきありましたけれども、それを押されるとですね、みんなわーっとそこに駆けつけていくのでですね、すぐに復旧できるようになるとか、そういうチームワークも上がるみたいなですね、まあ、そういうメリットがあったりしました。まあ、このですね、こちらちょっと見ていただくと、ここに、ちょっと後でご紹介しますけど、新幹線のですね、乗ってるとニュースとか流れるような掲示板ってありますね。LED 表示ボードですかね、そういうのあったりしますけれども、こういうものをですね、工場の見通しのいいところに設置してですね、ここでもですね、まあ、どういう場所で、どういう理由で、どれぐらい止まるのかみたいな情報は表示されていると。これ見通しのいいところもあるんですけど、これもですね、工場の工場長さんとかパッと見たときにですね、止まってる場合は
どこで止まってるのかとかですね、そういうのもすぐ分かる、一目で分かるんで便利ですよということで見える化していますよっていう、まあ、こういったこともされています。さらにです、こちらちょっと円グラフありますけども、まあ、データを蓄積してですね、どういう理由でどこで止まってるのかとかですね、まあ、こういうものの情報を貯めてですね、まあ、それを改善活動に役立てておくというような活用されています。で、あとですね、これちょっとこちらちょっとちっちゃくて恐縮なんですけれども、こうさっきワークをハンガーにかけるって話しましたけど、かける前にですね、こうバーコードでですね、製品のバーコードを読み取っておられるので、どのワークがどのハンガーにかかっているかという情報も紐付けておられるので、まあ、どういうワークが止まりやすいかとか、どういうワークにまあどれぐらい時間がかかっているのか、まあ、こう原価管理とかにも活用できたらねということで、そういった取り組みもされています。はい、ということで、以上ですけれども、この事例ちょっとまとめますね、いくつかあります、4点ほどありますね。じゃあ1つ目からちょっと見ていきますけれども、1つ目、これ割とですね、ここありますけれども、なかなかの停止ボタンを押してるって緊急状態でですね、タブレットでなんかいろいろ情報入力するのって大変かなって最初思ったんですけれども、意外とこれデータ集まってるんですね。で、そのポイントとしてはやっぱりですね、皆さんそのこの情報を共有することをやっぱりメリットを感じておられるんですね。全員が感じておられるんで、まあ自分は緊急事態だけれども、まあこの情報大事だろうということで皆さん認識されているので、確実に集まる仕組みと、こういうところが結構ポイントとして大事かなと思います。あと2点目ですね、2点目、これはですね、データを見える化するだけじゃなくて、やはり蓄積されてですね、それを分析して改善活動されていると、まあ、この結果によって、まあ、やはりこう稼働時間が 5% 伸びるとかですね、こういうやっぱ改善活動をしているっていうところがまあポイントかなというふうに思います。それともう一つなんですけれども、これね、タイミングよく、まあ、我々ちょっと専門家派遣させていただいたんですが、タイミングよくまあ補助金の募集がありましたよということで、なんか補助金が募集があるかなんかしようかじゃなくて、反対にこれやりたいことがあったと、これ専門家から提案した時にですね、あ、これ社長さんもぜひやってみたいと、工場長さんもですね、あ、こういうの欲しかったんです前からみたいな話があって、でたまたまこれ岐阜県のですね、補助金の募集があったので、まあ、そういったものを活用する、まあ、これ岐阜県の補助金なんで、岐阜県 IoT 補助金とかで検索していただけるとですね、出てくるかなと思います。あとこれ我々のその専門家派遣の制度ですので、まあこういうお悩みがある、まあ先ほど見たように見える化したいとかですね、まあ IoT 活用したいとかですね、データ収集したいとかいろいろあると思いますけれども、まあこういうお悩みがありましたらお声掛けいただけますとですね、専門家につないでいくというような制度になってますので、ぜひご活用いただければというふうになってます。スマート経営アドバイザーで検索してください。以上でございます。